講師はミシュラン二つ星のシェフです。秋の味覚を使った日本料理の教室がありました。別府大学短期大学部で開かれた料理講習会には、一般の22人が参加しました。テーマは初秋の日本料理。ミシュラン二つ星を獲得しているホテル白菊日本料理菊彩香の天野耕作料理長が講師となり、秋が旬の赤甘鯛を使ったかぶら蒸しや菊の花を使ったおひたしなど4品を作り味わいました。いろいろその今までその自分が全然知らなかったあの調理法とかが学べてすごくためになりました。一番やりやすいのは炊き込みご飯からかなと思うので、ちょっとそこはやってみて家族に振る舞ってみたいと思います。主催した別府大学と短期大学部は、地域の食材や日本料理の良さを改めて発見してほしいと話しています。